はい、こんにちは、今回の記事はですね、アメリカサッカー大学2021年、2022年の選手の枠が少なくなる、という記事です。この動画は、ブログの記事の、補足の動画となってますので、音声で聞きたい方とか、動画で見たい方は、YouTube 用に撮ってますので、本質の方は、ブログの方が一番いいと思います。思うので、ブログの方を確認してください。もうちょっとね、私のスキルが、上達してくれば、YouTube でも、もっと工夫して、皆さんに、情報を与えられたらいいかなと思ってますので、コツコツとやっていきますので、よろしくお願いします。どうなる、コロナ時代のサッカーシーズン。今回の記事は2021年と2022年の、に関する、記事なんですけれども、まあ多くの大学シーズンが春、にサッカーシーズンを移動するということで、2021年ですね、の春のシーズンになるんですね。通常は秋なんですけれども、それが2021年の春になるというリーグが多いんですね。もちろん、今年の秋、に通常通りやるが、大学もあるんですけれども、一つの NCAA 2部の監督からのメッセージによると、まあ、もし春のシーズン、そしてもう春のシーズンでも確実にシーズンが行われない場合は、1年間サッカーができない場合は、新年度のリクルーティングに大きな、影響が、あると、いうことになってくるんですね。まあ、この記事はですね、なぜこのようなことが起きるのか、短期大学は大丈夫なのか、そして、今アメリカにいる大学生はどのような、対策を取ればいいのかを、伝えていきます。2020年のシーズンは終わり。まあ、先ほど言ったんですけども、アメリカ大学サッカーシーズン通常秋、8月頃から12月頃までがサッカーシーズンとされています。でも今回、コロナの影響で、大学のシーズンが春の方に移動するということになってます。まあ、中には、まあ、秋に、シーズンを行うとこもあるんですけれども、短縮されたシーズンか、全米大会がない、予想です。中には、まあ、春のシーズンもできない、可能性も出てきてるらしくて、まあ、これは大きな、影響を与えるんですね。2021年と2022年のリクルーティングに大きな影響が、来ます。春のシーズンがなくなって1年間サッカーがないとなれば、今の4回生がもう1年留年する形になります。そして2021年のシーズンを、プレーすることを選択、します。なので、来年に編入する選手とか、来年に1回生から4代に、入学したい選手は、もしかしたら、チームの枠がない確率が、多くなってきます。で、2022年には、今の4回生と、これから新4回生ですね。今の3回生が同時に、卒業するかもしれないので、その時になったら、もっと多くの枠が空くから、2022年、2023年の時に枠が空く、多くの枠が空くかもしれないんですね。まあ今現在アメリカに行っている人たちの対策方法をまあお勧めします。まあ現在短大に行っている日本人の選手は多いと思うんですけれども、その選手は、いくつかお勧めします。今シーズンの、春のシーズンを休む形を、お勧めします。2021年の春シーズンを休んで、2021年の秋シーズンをプレーすることで、そして2022年に編入を狙うっていうのはおすすめです。この休むことをレッドシャーと言います。まあアメリカの大学ではいろんなスポーツでよく使われている言葉なんですけれども、レッドシャーは要するに一シーズン休む。練習は参加して試合には出なくて、
シーズンを過ごすということなんです。これはスカラシップをもらっている選手にはどのような影響があるのか、ちょっとそこは大学側と交渉しないといけないと思います。で、今日本で留学を考えている高校3年生は、まあおそらくその4大のリクルーティングのに影響があるんで、まあ全ての大学ではないので、そこは何とも言えないんですけれども、まあ、短大は、大丈夫かもしれませんけれども、もし短大で今の2回生が、1年間休むレッドショットをするのであれば、影響は出てくるので、まあ、どのようなことを控えるかというと、まあ、多くのオプションを用意する。まあ、4大のオプション、短大のオプションで、日本で1年間ちょっと、休学する、まあいろんなオプションを考える必要があると思いますね。最後に私の、ファイナルスター、私の考えなんですけれども、まあ2021年2022年はリクルーティングが、少なくなる。多くの大学がリクルーティングをしない確率が、高くなってきてます。なので、まあ、選手を取る数が少なくなるということは、もちろんインパクトのある選手は絶対取りたい、欲しいと思います。これはどんな時でも、同じだと思うんですけれども、そうなれば、やっぱり自分の価値を、上げる必要が、あると思いますね。これにはやっぱり自分の武器、まあそのサッカー選手の武器ですね、をとことん磨いて、で自分は、これには絶対自信があるということを、徹底的に磨いて、まあそれをその武器を試合中に表現できるようにして、自分を、4大に売るなり、やっていったら大丈夫かなと思います。まあこれはまあ今の状況がなしでも変わらないことだと思います。で、まあ自分を、まあ、これも、どんな状態でも変わらないことなんですけれども、自分を積極的に売り込む必要があります。やっぱり目立つ選手、まあ得点を取る選手とか、あと何ですかね、試合中に大きなインパクトを残せる選手は、やっぱり大学側からアプローチされます。それが一番楽です。向こうから、大学側から、まあ2、3校、まあ4校、5校とか、10校、15校ぐらいからのオファーがあれば、自分からね、売りに行かなくても、より、まあ、強い立場に立てるんですね。で、交渉もしやすいですし、向こうからね、お願いされてるので、立場的には強いです。で、まあ、もし、まあ、必ずしも、まあ、みんなそれができないので、自分がまだあんまり目立たないプレイヤーであれば、やっぱり、まずは、大学の監督に、手伝ってもらう。そして、まあ、代理人、いい代理人がいれば、その代理人が頑張って動いてくれますし、でもやっぱり、ビデオを最終的に代理人は、大学側に送るだけなので、そのビデオが、の質が悪ければ、なんともオファーもないですし、そのビデオが良ければ、まあオファーはどんどん来ますし、いい形になっていくと思います。まあ要するにできるだけ多くの人を、のサポートを もらって、やっていくべきだと思います。はい、まあこんな感じなので、まあ、今ね、編入でちょっと悩んでる方は、まあ、私のところに SNS の、情報を上げてますので、そこから、コンタクトしてもらってもいいですし、まあ、適切なアドバイスはできると思います。で、今、大学、アメリカ大学留学を考えている日本人の選手も、まあ、このような情報をいろいろ、集めて、いい判断ができればいいかなと僕は思ってますので、私にももし質問があれば、聞いてください。そして私たちのサービスを使ってアメリカに行くこともお勧めしますので、ぜひ検討してください。さよなら。